ザスタバ M70 とは、ユーゴスラビアのザスタバアームズで、ライセンス生産された AK-47 及びアカムの派生系である。以後、M70 と呼称する。メーカー名について、日本では、寛用的にザスタバと呼ばれるが、より原音に近い表記は、ザスタバ、またはザスタバである。M70 の基本的な外見や作動メカニズムは、オリジナルの AK-47 やアカムと、 ほとんど変わらない。しかし、独自の改良を施されており、それらの特徴的な部分によって、ソ連製や他の国で製造された AK の派生型と容易に区別、可能である。改良点は、以下の通りである。ザスタバ M70 は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国時代に生産が開始され、ユーゴスラビア人民軍の他にも、全国民防衛ドクトリンに基づいて、 各共和国の強度防衛隊などの民兵組織に広く配備され、国民の多くもその取り扱いの習得を義務付けられていた。しかしその結果、1990年代のユーゴスラビア紛争においても、各共和国民族系の武装勢力が防衛用に備蓄されていた各種兵器を持ち出して、紛争や虐殺に使用し、特に序盤のクロアチア紛争や、 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の激化を招く一員となった。現在でも旧ユーゴスラビア構成国の軍隊で広く使われているが、スロベニアとクロアチア、セルビアでは、それぞれ海 2000S、VHS、ザスタバ M21 への更新が決定している。ユーゴスラビアは、1980年代にイラクに対して M70 をはじめとする。 AKK 突撃銃の製造ライセンスを売却したため、イラクにおいては、工場の置かれた地名からタブクの名で M70 バイト、1おび M70AB2 の生産が継続されているほか、M70 を超重進化するなど、独自に改良を施した簡易狙撃銃仕様のタブク狙撃銃も生産している。タブクは、イラン・イラク戦争や、湾岸戦争、イラク戦争において、 実戦投入されたほか、サダム・フセイン政権崩壊後に再建された国や、警察などにおいても広く用いられている。ザスタバ M70 系列のみについて記述 M70、削り出しレシーバーと固定式重傷を装備。M70A 削り出しレシーバーと株折りたたみ、重傷を装備。M70 バイト1プレス加工式レシーバーと固定式重傷を装備。 m 7 0ト1 n m 7 0ト1のレシーバー左側面に光学照準器や暗視装置を取り付けるレールを装備 M70AB2 プレス加工レシーバーと下部折りたたみ重傷を装備 M70AB2NM70AB2 のレシーバー左側面に光学照準器や暗視装置を取り付けるレールを装備 m 7 0ト3 m 7 0ト1から ライフルグレネード照順機を省略した方、M70AB3、M70AB2 からライフルグレネード照順機を省略した方、ありがとうございます。